でもさっきのギターすごかったね。見られた方もね、見てない方もおられると思います。僕あんまりソロギターの人と一緒にライブする機会がないんですけど、あのすごかった。これだけだとわからないと思いますけど、僕の中で次弾く曲は一番あのテクニカルな曲をちょっと弾いてみたいと思います。ルパン三世の曲をよくライブで弾いてるんですけど、ルパン三世の曲を弾きます。聴いてください。もうちょっと大きな拍手いただいてください。こういう場所でやるときは、ね、拍手の大きさすごい重要なんですよ。なんでかっていうと、拍手の大きいとなんか有名な人が来てるんじゃないかなって周りの人が寄ってきてくれますのでね、ちょっと今日拍手を大きめでお願いします。ルパン三世のテーマ聞いてください。